あいうえおあいうえお。あいうえおあいうえお。あ、治ったね。オッケーオッケー。オッケー。治った。そう、一回ね、取り直すとね、改善されたりとかするんでね。うん。オッケー。すごい、入れすぎたわさび、すごいな。辛っ。もう早く食べないとね、お茶なくなったよね、お湯がね。もうお茶漬けなんてサラサラサラって食べるのが一番いいんでね、サラサラっとね。体重測定は昨日したよ。昨日発表しましたよ、体重は。あのね、お皿が大きいから多く見えるけど、まあお茶は2杯分ぐらいかな、多分感覚的には。美味しい、このたくあん。ファミリーマートのたくあん美味しいっていうの分かんない。これめちゃくちゃ美味しいわ、これ。合うわ。何号たち足測んない、最近。お米炊くときね、あれ測んない、最近は。もう目分量。いや、わかんない。6号ぐらいあるかもしんないし、3号かもしんないし。それでうまくできるの、もうあれだよね。だいたい勘だよね、もうね。お米炊くときに測る、いちいち。測るんだ。大体わかるでしょ、こんぐらい多いとか少ないとか。そうだね、84キロになったの過去最高よね。うん。でも昨日お風呂入るときに洋服着なかったら83キロね、やっぱ1キロぐらい誤差はあったよね。やっぱ洋服で1キロぐらいは重くなってた。パンツ一丁で測ったんだけどね。その誤差はどうでもいいのか。お茶漬け。だから今日からもう最近は結構ヘルシーなものを食べてるんでね。だからもう今月はサラダ食べたりとか、こういうね、バカ食いをしないね、ジャンクフードをやめて、こういうの食べたりとかね、しようかなと。
やでもね、最近で特盛も食べれないよね。食べようと思ってもね、なかなかね。なんかお腹いっぱいになってる。食べてる最中にもう限界みたいな、食べれないみたいな。お米減らさなきゃ意味お米を人間が食べなくなるとまあ痩せますよ、それはね。でもとね、お米を食べないってことはどうなるか知ってる？皆さん騙されてますよ。糖質制限だっけ？さあ、どう、体にはどういう影響が出てきますか？お米糖質制限した。そう、早死にするんですよ、皆さんね。寿命を縮めちゃうのよ。糖質制限を控え、糖質を控えると痩せ、しかし適度に取らないと人間の体おかしくなると。そうよ、だから私は毎日だね、取ってんのよ、こうやってご飯とかね、パンとか。もりもりおはよう。じゃあね、今ね、極限までね、太れるかどうかやってんの、実験中、自分の体をね。実験中よ。いつでも痩せようと思えばね、痩せれるんだよね、私は。1週間で、ね、5キロ落とすこともできるし、やろうと思えば。やんないだけ、今は。そうだよ。私は過去にツイキャスで2回ともダイエット成功してます。本気でやったらね、2回とも1週間で5キロ落としてます。それはライブ録画にありますんでね、見てくださいね。2回成功してます。おう、やるときはやるんだよ、なんでもね。やる気が出ないだけ。少し痩せたらいいのに。でもね、昨日久しぶりね、あれよ、寒かったからかな、なんかわかんないけど、久しぶりに心臓痛くなったわ。しかも寝てる間ね、びっくりした。いいの。お昼寝してる間にね、なんか痛くなって。そう。で、たまたまね、なんか夢を見てたのよ。夢をね。なんか、ハッチ君と、アレスさんとね、デートの約束をしてんだけど、で、動物園に行くっていうね。で動物園に行きたいんだけど、携帯電話が壊れちゃってなかなか連絡がつかないっていう夢だったの。もうずっと画面いじくってんだけど、携帯が割れちゃったりとか、画面が暗くて電源が落ちちゃったりとかね。でどうしても動物園で待ち合わせするのに間に合わない、間に合わないって、どうしたらいいんだろうって言ってね、焦ってる夢。それパッと起きたら、急に痛くなったの、心臓がね。他の人に取られる夢とか見たことありますか？他の人が出てくることが少ないよね、夢の中で。意外とね、知らない人とかね、自分の身内とか。
疲れる。あ、初見さんいらっしゃいね。何合ご飯食べれるか、10合ぐらいまでいけんじゃないの。多分やろうと思います。ねえ、本当にうるさい人たちね。ガチャ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 朝から。もういいよ、私のご飯の時間も邪魔しないんで。こうやってねえ、私の一日の始まりを邪魔しないでください。うん、ねえ、でも本当にあれだね、先ほど言ったけど従業員募集してるんですけど、あのね、今んとこね一通も来てないですね。ちょっとね、お店の方がね人数足りなくて、従業員をねここで募集したところ、誰からもね、一通も来てないですね。お店の女、いや女の子でもいいよ、女の子がいいね。ゼロでございます。こんなことってありえる。こんなに人がいて職を探してる人ね、少しはいるんじゃないかな。外人従業員でも、外人でもおかまでも女でも何でもいいよ、この際ね。人を集めるって大変なんだね、従業員を集めるって。ほんと大変よ。愛子ちゃんも可能？あんなママもういらないよ、あんな手癖の悪いママ。だってさ、お客さんの財布だって盗む可能性あるんだよ、ああいうのねえ。そんな信用性ない方をね雇うことはできないですよね。おはじょり、ほうよ、お客さんのカバンからね財布抜くかもしんないよねえ。ねえ、お店にあるねお酒とかね持ってっちゃうかもしんないしね、高いやつとか。ほうよ、レジ金とかなくなったりとかね、そういうのはあるのよ実際ね、こういう職業だと。うん、ねえ、飲み屋さんとか結構多いからね、そういうのね、お客さんがやったりとかね。最近はないみたいだけど、昔とかよくあったみたい。お客さん同士で来て、お客さんがこう、なんつうの？酔っ払ってる人のお金盗んじゃったりとかね。うん。居酒屋とかでも結構あるよね。居酒屋とかでカバンをね、通路側に置いてたら全部取られちゃったとかね。うん、ん？今度雅行きたいんだけど、お酒飲めなくても全然構わないです。お待ちしてます。女の子の財布から3万円盗んだ客もいたらしい。いやーねー、私はねヨギママのお財布の中にね、いつもね30万40万入ってるの、いつ盗んでやろうかなと思ってね目を光らしてんだけど、ヨギママはね何十万ってねお財布の中に入ってんの、いつも。あらと思ってさ、ちょっとね、手を伸ばせばね何十万って入ってるからさ。見せ金って何？もうそれが全財産とかではないと思うけどね。アモちゃん手伝ってくれる？一緒に。じゃあタッグ組みましょう。チャーリーズエンジェルみたいな感じでさ、ね、
ね、ミッション、ミッション、ヨギママの財布から30万抜きましょう、みたいな。まずは、後ろからヨギママをね、どついてね、気絶させて、で、アモちゃんが、その倒れたヨギママをね、お外に運んで、まあちょっと車で遠くまでね、さらってもらおうかしら。その間に私はね、金品、身につけてるものすべてね、奪って、逃げましょう。お金としか見てないやって、そんなことない。昨日なんかね、このヨギママコアラさんいるでしょ、ここに変態が。この人の枠が面白くてさ、私2時間ぐらいかな、ずーっとねコメントしてたの、珍しく。酔っ払ってもないのにね、なんかね、めちゃくちゃ面白くてずーっと居座っちゃったわよ。で、誰よりね、そこにね、100人とかね、200人見てたんだけど、誰よりもコメント打ったからね、私ね、米勢になっちゃった。そこの、例えばね、ヨギママのリスナーさんがいると思うんだけど、ね、それを圧倒するぐらいのね、コメント数で私はね、コメントしたんでね。そうよ。ガチリスよ、ガチリス。ガチリス。かっこいいよ、もう私。ね、お茶爆50も投げちゃった、もう。面白すぎて。久しぶりにお茶爆投げちゃったね、50。茶爆を。いや、普段見ないんだけど、昨日たまたまね、たまたまパッとね、見たらさ、面白かったね、なんか。面白かった。あ、マサヤンの枠行った。だから、マサヤンの枠行って、それから、ヨギママの枠に行ったの。マサヤンはなんかね、なんか配信者の、なんだっけ、チータロじゃなくてなんだっけな。なんか配信者の女の子と一緒にマサヤンのお部屋にいて、なんかチューをするとかしないとかね、なんかやってて、ナミトゥンちゃんっていう子、そう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 、と一緒にいたんだよね。お仕事行ってらっしゃい。あ？心霊が映ってた？何が映ってたの？何？マサヤのとこに映ってたの？ヨギママのとこ？ヨギママのところに映ってた。また嘘つきだもんなって。幽霊見えるとか言ってさ、見えないから。もうそれはね、もし見えてたとしたら病気よ。何でもかんでもね、そうやってお化けに結びつけようって、ね。だいたいオカマのね、オカマの7割は、幽霊見えるとか言うから。オカマ特有でございますよね、幽霊見えるってね。大体オカマの人はね、私幽霊見えるのよお姉さんとか言ってね、私ね昔かな、ちっちゃい頃から見てて、お姉さん私ねこのお店でもちょっと感じるのよとか言ってね、あそこ見てごらんなさいとか言って、あそこに座ってるのよお姉さんみたいな、怖いわーとか言って、 あなたも見える、実は私も見えるのよとか言ってね、私も見えるのよお姉さんって、あれでしょ、白い服着た女でしょ、見えるわー、怖いわーとか言ってさでしょお姉さん、そうでしょみたいな、うん、そう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 よね、うん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 みたいな。いやいや、よくあるあるでね、オカマの店あるあるだよな、オカマの店あるあるよ。オカマの店のね、裏とかこんな感じなんでね、大体ね。
例えばさ、お姉さん見てこれ、こないだ新宿で買ってきたのこのドレスって素敵でしょって、あら、まあひどんなちゃん豪華だわ、あら素敵、女に見える見える見える豪華よーそれーとかね。こんな感じ。本当にね、あの志村けんのコントみたいな感じでね、おかまの店ね。ねえお姉さん、どうあのお姉さん素敵よってね、わかるわーとか、ね、そのスパンコールとかね、キラキラ輝いちゃって豪華豪華とか言ってね。本音はあんなんどうせ安いの買ったんでしょみたいなさ、それかね、男に買ってもらったんだろうぐらいな感じでね。腹ん中はね、私の方が綺麗よみたいな、私が来たら私の方が似合うわよぐらいな感じでね。怖いでしょ。ね、オカマのお店とか面白いよね。なんか女のいいとこ、男のいいとこなんか撮ってるみたいな、悪いとこか。基本ね、先輩を褒めるみたいな、もう先輩は絶対みたいな、もう先輩はお姉さんね、もうお姉さんってね。だ無理やりご飯とか誘われることもあるのね。あんた、奈々ちゃん、今日は、ね、奈々ちゃん、ごちそうするわ、とか言われて、もう絶対断れないの、ね。わかりました、お姉さんって。あら、ごちそうになってよろしいんですかみたいな。もうどんなにね、酔っ払ってても、だるくてもね。そうそう、なんか体育会系というか。断ったらどうなる？まあ、1回や2回だったな、まあ、しょうがないけど、何回か続くと、あら、ムカつくわ、あの女、みたいな。ね、生意気、あの子娘、生意気よ、みたいな。もう、次の、ショーチェンジの時は、あの方はお断りするわ、みたいなね。うん、もう舞台、ショーの舞台には立たせないわ、みたいな。ちょっとね、反省してもらおうかしら、みたいな。なんかお客さんなんか撮った時とか大変よね。おはようございます、勝手にやってるよと。だからね、私もそういうなんかお釜の店とかね、結構働いてきたけど、なんかそういうのが嫌でね、もう気使うかな。やっぱ女の子の店の方が楽だよね。ね、まあ、中にはね、いいお姉さんもいるけど、本当に親身に相談乗ってくれたりとかね、いろいろお世話してくれたりとかね、中にはいるけどさ、まああんまりね、かまゆちゃんかみあゆちゃん仲悪かったよね、そんなことはないしよ。ユンちゃんね、お年玉ありがとうございます。あら豪華、わっしょいわっしょい、それ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 、豪華豪華、ザックザク。ありがとうございます。あら、おずちゃん、おずちゃん、いい子ね、かわいい子ね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、心からありがとう、あなたのハートをありがとう。みのりんごちゃん、ジョリスちゃん、ありがとうございます。お年玉ね。みのりのりんごちゃん。りんごの先は腐ってる。わっしゃい。ありがとうございます。なんか、おかまモードになってきちゃった、私。あ、はらっぱちゃん。はらっぱちゃんの間にはトマトが挟まって。トマトを作ってんのは田中洋二さん、よろしくね。はい、次、かなちんママちゃんね、8月リアトツ行きたいけど絶対行かない、待っててね、待ってても行かないから、結局は行きません。ゆうちゃんのお年玉ありがとうございます。
ザックザク。何言ってんの。今日のコールも朝でマンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、朝でフィフティエイト。きょうちゃんね、きょきょんきょきょんきょんきょうこよ。あたしは小泉きょうこよ。適当や。お茶箱ありがとうございました。今日ねちょっとね変なテンション、あ、なんか100もらったな。おなぴちおちゃんは今日3日目、織物3日目、あそこからジュバッとサーマータイム、ノリノリで出しちゃおう。マロンちゃんね、会いたくていつもマカロン食べてた、あたしは青色が好きなのに。おはじゅりでーす。今日ね、なんかね、だからあんまり体調はよろしくないんですね。ヨギママのせいで。寝てないし、昨日心臓痛くなったし、なんかね、なんか体調がよろしくないのね。そうそうそう。なんかすごい音したよね、今のパチンってね。なったよね、今すごいね、バーンってね。なんか邪魔されてんだな、ババアの怨念に。ババアの怨念ね。ユミコの怨念に。でもさ、ぶっちゃけね、もしね、そういうお化けとかいう存在があったら、これだけの人の気持ちとかね、あの、気持ちとか、そういういろんな思いがさ、ここに今集合してんじゃん。この枠にね。だから、なんか生き量とか言うけど、多分、私には相当ついてるだろうね。石川さんの家にもいるの？お化け？生き量怖いよ。ババアの生き量はめちゃくちゃ怖いわよね、なんかね。すぐ飛んできそうじゃない、なんか。あちこちから。ね。でね、今日はね、配信者カルタということで9時からやるんですけど、こちらね、無地のカルタを買ったんでね、と、筆ペンがあるんで、ちょっとね、配信者のカルタを作ろうかなとね。こちらで。皆さん、カルタ遊びってしたことあるかな？カルタ遊びって。例えば、まあ、犬も歩けば棒に当たるとかね。なんかまあ、文字の最初の文字にイーとかさ、イーの丸みたいなとかさ、ある。それを配信者バージョンに作ってこうかな、みたいな。ただね、私なんか嫌な予感がすんのよ。なんかね、これは面白いのかなってね、ふとね、注文してから思ったのね。注文してからね、もう返品聞かないじゃん。そうそうそう。嫌な予感がひしひしとね、今日はするんだけど、まあ、昨日のね、出会い系とか見ちゃった人はね、今日は、って思うかもしんないけどね、こういうね、地味な感じのも私好きなんでね。
おはようございます。な、急遽ね、変更でもいいね。もうもしね、どうしようもない状況はの時はね、急遽ね、変更してもね、変更もありみたいな。そう。昨日は危なかったん。でも私はほら、場数を踏んでるかな。まあ結局はさ、昨日会った人はね、私とエッチをしたかったの。要はね。要はもうやりたくてしょうがない、ね。もうやりもくみたいなさ、もうチンチンも立ってたし、あの後は連絡してないけど。そう。だから、私はほら、別に やりたくはないんでね。どんなにタイプな人だろうと、まあ彼氏がいるんでね、まあ普通に会ってね、お話しするぐらいだったらいいけど、だって気持ち悪いじゃん、なんか人のチンコさ、ギンギンのチンコ見てもね。そう、仕事中だよ、仕事中。でも結構多いんだよ、出会い系とかさ。お仕事の最中に抜け出して、まあ不倫みたいのしたり、浮気したりとかね、出会い系やったりとかする男多いの、営業とか。だから営業の旦那を持ってる人、皆さん気をつけた方がいいよ。半分はやってるからね。本当に。ああやって仕事の最中にホテル行ったりとかね、時間に余裕があるんでね、間が。ああいう空いた時に浮気とかしてる男とか多いからね、本当に。そうよ。あ、まあ、多いのがパチンコ行ったりとかね。仕事中にパチンコ行ってる人もいるし、まあ、大体パチンコか出会い系やってるかって感じじゃない？大体ね。専業主婦の方もそうだね。浮気してる方はまあ多いね。そういう相談とかも来るしね。奈々ちゃん、私インストラクターと浮気してんだけどって。旦那には言ってないんだけど、どうしたらいいみたいな。わけわかんないね、相談とか。ね、浮気して別れちゃったとかね。まあ自分のせいでしょって感じよね。もう自分の責任ですよ。ちなみに浮気をしたことある人ってどれぐらいいる？正直に答えて。人生ね、1回以上で浮気、1回でも浮気したことあるって人。すごい、すごいね、やば。アンケート、じゃあアンケート取ってみる。浮気をしたことある人ね。浮気をしたことある人、はい。したことないよっていう人はいいえ。自分がね、自分がしたことある人、はい。私は一度もないんで、いいえでございます。はい。浮気をしたことある人ね。まあどこから浮気、自分が浮気と思ったら浮気じゃない。うわお、 70%、 1408人中 70% だから。9時です。7128、まあ、900人、まあ、1000人にこう、1000人に近い方がね、浮気をしたことあるということね。結構の数ね。ちなみに昨日の私の行為は浮気になると思う、皆さん。ああやって出会い系、まあ、配信は回ると言っても、ね、ギンギンのチンコをね、運転手としてね、隣に座ってて、
うん、ネタだとしてもあれは浮気になると思う。なる、ならない。うん、じゃあ謝罪します、ハチ君に。だと思ったわ。ハチ君にちょっと電話するわ。正直に話す。多分昨日の放送見てないんでね。ちょっとハチ君電話してちょっと全て話しますね。出ねえな、こういう時出ねえな。出ないね。仕事中か。じゃあ出ないな。そうだね、今日は、あ、昨日が休みだったんだな。こういう時出ないかんね。ほんとね、ダメよね。パッとね。昨日の誠司君は誰に、だから、こうも、次長課長の河本を、ちょっと柔道っぽくした感じ。柔道の先生みたいにした感じ。無理でしょ。無理よ。うん。だほとんど私顔見てない。もう下半身っていうかさ、顔から下しか見てないから私ね、ほとんど目は合わせてない。もう首元とかね、目を合わせてないです。でも意外と気づかないもんだよね、ずっとさ、だってさ、隣でね、こうやって撮ってんのに、何も気づかないんだもんね、こうやってんのにね。意外とあれだよね、手に携帯持ってたみんなあれだよね、夏のそういうの不信感っていうかさ、気づかないもんだよね、うん、まさか自分が撮られてるとは思わないんだろうね、うん、もうそれどころじゃないと、うん、よし、行きますか、ちょっと。もう9時になっちゃったんでね。こちらやりますか。これはカメラをつけると落ちちゃうのかな、また。ちょっとカルタ作ってきますね。なんか怖いから2台カメラつけんのやめよう。こっちでやろう。さあ、カルタを作ってきますよ。配信者カルタっていまいちわかんない。私もね、いまいちわかんない、これ。もうぐだる気がしないけど、もうぐだってきたら違うことをするわ。ぐだってきたらちょっとね、違うシフトチェンジをしますね、おじさんね。で、こちらがね、なんつうの、無地のカルタってやつね、これね。これちょっと開けてみよう。こちらでございます。でね、書き初めがそうなのにちょっと失敗だったかな。ちょっとお正月シリーズのね、リベンジじゃないけど、ちょっと悔しいのよね、私としてもね。リベンジシリーズということで、これにちょっと書き込んでこうかなと思ってね。よいしょ。おこれは何？あ、ここがこうなってるね。これを取んないと、ピュッピュッとね。何枚ある？これね、枚数はね、多分100枚ぐらい入ってるんじゃないかな。
だから50音、そうだね。だから、あから始まって50枚作っていく感じかな。50枚。あ、なんか可愛いわね、これね。だから、あから始めて、こう、あからね。ちゃんとね、あから連想されるもの。まあ、配信者にまつわるカルタだから、まあ、めんどくさいけどやるしかない。もう買っちゃったんでね、これね。もう今日ね、3000円ぐらいかかってるんで、3000円無駄にできないんでね。だから、あいうえを書きくけこってね、作ってくんでね。あは誰だろうね、あいこさん？ちょっと知ってる人じゃなきゃあれよね。知ってる人じゃなきゃね。これ筆ペンね、筆ペン。フレームで奈良さんが映らない。ちょっと待ってね。じゃあフレーム消していきますね。はい。あ、まずは、あね、ちょっと待って。あら、やだ、なにこれ。どういうこと？ちょっと待って。え、なにこれ、ほんとに。あ、逆？あ、反対側なんだね。反対回しで、こっち回しで、こう。珍しいね。普通こうだよね。鉛筆とかって。赤いのをむしると。はいはいはい。赤いのを取るのね。赤いのを取る。これね。リングみたいな。ちょっとやだ。なんか指毛がすごい見える。ちょっと高画質すぎるわ。手のシワシワもすんごい見えるね。なんかめっちゃシワシワね。ちょっとクリーム塗ろうかな、手に。なんか恥ずかしいわ、シワシワすぎて。ねえ。ちょっとハンドクリーム塗っとこうよ。ね、高画質はちょっと危険ね。アベンヌね、アベンヌをちょっと塗っときましょう。こういうふうにね。オッケー、だいぶ良くなったんだよ。どう？全然さっきと違うでしょ。カサカサ感なくなったね。どうですか？ほら。バッチグーね。じゃあまずは、じゃあ行きましょう。あ、出てきた。出てきた、出てきた。出てきましたね、チューってね。これ新品なんだよ、新品ね。元々のカルタの文面を元にしないの、しない。もうオリジナル、オリジナルできますよ。あね。そうね、誰にしよっかな。あの配信者。あ、赤松さんでいいね。赤松さんね。赤松さん。いや、ちっちゃく書かないとね。あーまつさんというのはツイキャスの、まあ、ボスだよね、ボス。赤松さん、CM、ちょっと漢字が出てこないな。CM 撮影の時に、
普通のおじさんみたいな普通のおじさんみたいな、ね、いやね、ツイキャスの CM っていうのをね、撮ったんだけど、その時に、なんか一緒にね、パソコンを見てたおじさんがいたの。で、なんだろうな、このおじさんとかね、思ってたのよ。なんか、すごい、ライクな感じだし。で、結局、それが赤松さんだったんだよ。うん、結構ね、仲良くしてくれてね、普通にね。普通にね、感じのいいおじさんって感じ。じゃあこれあでね。右下にあって書いて、あ、これね。こういうことね。あね。はい。あ。これで OK？ あね。取り札は書かない。はい、OK。で次、いい行きましょう。いいね。いい。いいの配信者。あ、石川さんね。石川さん。石川さん。いつまで。あ、間違えちゃった。いつまで、たって、でも、石川さん、はい、丸い、意味がわかんない、いやわかるでしょ。石川さんといつも会うと震えるのよ、私ね、緊張するってことよ。緊張の心をこうね、表現してますね。オーラがすごいね。でね、話してると、なんかをね、求めてんだよね、いつも目がね。いや、それは、無意識にやってるんだと思うんだけど、話したことに対してなんかをね、求めてんの、いつもね。そのプレッシャーがすごいね。まあ、そういう感じで。それを書けばいいのにね。はい。じゃあ、次、ちょっとお水持ってくる。は誰だろうね。は誰かしら。ふなちゃんまん。じゃあ、うなちゃんまん？うーなーちゃんまんと。あなたの、持ち物。あなたの持ち物、本当かしらみたいな。もうこれ感想ね。ディスレイとかじゃない、私の率直な感想ね。見たいイメージ、ね。怒られそうだわ。つまんねえなって何よ。あ、つまんねえなって言っちゃうの？解説？いや、解説しなくてもわかるっしょ。で、なんか、いつもね、なんかね、そうなのよ。持ち物ね。あ、結構ね、そう。なんとなく言いたいことわかるでしょ。まあ、これはね、ちょっとね、怒られそうなんで、ちょっとこのまんまね、解説はなしでね、わかる人はわかると思う。ね。わかる人もわかるっていうね。じゃあ次、絵の配信者は誰だろうな。海老蔵さん？
エビゾウさんね。エビゾウってどう字だっけ。エビ、あ、それか、クラか。エビゾウさん、帽子のその先みたいな。ね、これはね、率直な意見だよね。率直な意見だよね。エビゾウさんっていつも帽子かぶってんじゃん。ね、ディスリカルタじゃない。エビゾウさんいつも帽子かぶってるでしょ。あのね、帽子を取ったらどうなんのかなっていうね、率直な率直な意見ね。悪口でね、気になるのよ。気になることを書いてるの、私もね。気になることを。で、帽子をかぶってる人は想像するじゃん。もしかして帽子を取ったらこうなのかしらってさ、いつもかぶってる人っているでしょ。例えば、ダパンプのイッサとか昔そうだったじゃん。ダパンプのイッサも、一時ね、帽子かぶってる時期があったのよ。ね、それなんでかぶってんのかなって言ったらそうだったじゃん。ね。字の掛け順間違えてる？もうオリジナルよ。お次。そう、だから気になるってことね。はい。あいうえおだね、次。お。あ、これ、これやんないとね。えって書かないとね。えってね。えってね。はい。お次。次、おですね。大原さん、あー、新八丁さん、ううはもう変えたよ。じゃあ大原さん、大原さん、ダンスと歌の、歌の時、一番不細工。いやいや、これ率直な意見ですからね。皆さんね、イメージよ。いや、普段はなんか可愛い顔してね、かっこいいのに、なんかね、ダンスを踊ってる時と歌の時がなんかね、一番不細工に見えるのよね。いや、悪口じゃない、イメージ。もう率直なイメージ、見たまんまね。いや、お会いしたことないんですけど、リスナー的目線から見るとそう見えるってことね。うん。じゃあこれね、おね。はい、お。丸を、はい、次、かかな、か、か、かは誰だろう、かは、ちょっと怖いな、今日、なんか、出現がすごいかもしれない、神あゆちゃん、あ、神あゆちゃんね、神あゆちゃん、神様あゆみ、神様あゆみ、男がいるとき、めちゃつまらん。いや、配信的に見てね。ちぇ、神谷ちゃんは、彼氏とかいないときは、すごい輝いてる。彼氏ができる途端に、じゃ悪口じゃない。なんかね、なんかちょっとね、輝きがなくなっちゃうんだよな。不思議とね。安心感なのかな、なんかわかんないけど。そうなのよ。配信もしなくなっちゃうしね、かね。
そうなのよ。いや、ディスリカルタじゃない、率直な意見なつの。よく見てるんでしょ。大好きだもん、ツイキャス。はい。じゃあ次、木ね。木。きものくんね。きものくんってね。あ、金梅さん？金梅さんにする？金梅さんにするか。じゃ、金梅さんね。金梅さんね。金梅。お酒を、お酒を、やめても、通常、通常営業。お酒をやめても通常営業ということでね。今日は朝から飲んでた。まあなんか解禁したみたいよ、最近ね。でも辛、やっぱお酒はね、気をつけた方がいいよね、ほんとね。あ、三ね。金前さんね。はいはい。記念。なんかこの間ね、軽くね、相談みたいな感じになってさ、奈々ちゃんって言ってね、電話で話して、奈々ちゃんってね、無理やりね、そういうね、気違いみたいなことしてね、疲れないみたいな。なんかプレッシャーとかないのって言われてね、私普通に答えちゃったのね。普通に毎日プレッシャーですよってね。毎日そんな感じですよっていうね、普通にね、話しちゃったというね。3にいらないよね。3付け、くん付けやめよっか。ね、そっちの方が分かりやすいよね。じゃあ、く。あ、かきくだね。次、く。くっているかな。くって、あ、ぐんそ。ぐんそね。そうってどう書くんだろう。あ、それか。ぐん。これひか。ぐんそう。全国。全国。回って。女、酒、金みたいな。ねえ、もう人間の欲求をすべてね、全国各地でね、毎日女と遊んでね、酒飲んでギャンブルしてね、もう人間が一番ね、気をつけなきゃいけないことをね、すべて、ね、毎日してるというね。素晴らしいですよ、本当に。そんな人間いないからさ、どれかをね、抑制したりね、ね、我慢したりとかして、すべてをやっちゃうというね。もう、素晴らしいです。はい、そうね。これはちょっと苦情は受け付けないね。ただね、率直なね、配信を見てる率直なカルタなんでね、感想文なんで。はい、かきくけ、け、け、けっているかな。ケンティ、あ、ケンティってイケボンの人かな。イケメンの人かな。けってなかなかいないよね。け、け。ケンティ、
けって配信者いるかな。あ、ゲルゲちゃん、ゲルゲ、あ、ゲ、ゲはカタカナか。ゲルゲ。おけけが、おけけが、たまに、に、おけけがたまに、けるけ。うん。ゲルゲ、おけけがたまにけるけ。あのね、たまーにね、あの、めっちゃくちゃね、髪の毛がボンバーヘアの時あんで、なんかね、いつも綺麗にしてんだけど、本当にね、100回に1回ぐらいの時にね、髪の毛が爆発してる時あんでね。あるでしょ。え、なんでこんな髪の毛爆発してんのみたいな。そう、いつもね、ワインとかね、こう片手にね、こう飲んで雑談したりとかね。いや、見てる見てるよ。朝とか結構多いよね、配信してるね。うん、昔はね、自分の配信をしながら、裏でね、他の人の配信を見ながら話してたりとかしてたんね。同じ時間帯やってる人、最近はしないけど、昔はそういうね、特殊能力を使ってたりとかしてたね。いや、ゲルゲさんね、いつまでもね。年齢はね、多分近いんだよね、ゲルゲさんってね。私と同い年だと思うよ、多分。うん。はい、じゃあお次。かきくけ。はーい。これこれさ。これこれね、これこれ。ちょっと難しいな。悪口書かなきゃいけないんでしょ。ちょっとね、これりさんもね、中にはいると思うね、こんな感じね。あのさ、ちょっと待ってね、ちょっと緊張すんな。違うの、あのね、甘えん坊、甘えん坊の声。甘えん坊の声、鳥肌立つ。わかる？たまーにさ、ね、あの、YouTube 登録よろしくね、みたいなさ、ちょっとさ、声を変えるときあるじゃん。ね、お茶爆とか煽ってる時とかさ、あの、キーとスチョーで、あの声ね、私あんま好きじゃないの。あの声ね、あの甘えん坊さんみたいな、なんか変な声ね、あれちょっと苦手なの私、ゾクゾクってするの、なんかあれ聞くと。いや、悪口じゃない、悪に、率直な意見ですね、率直な意見。私は好きって、いや、普通の声はね、寝落ちとかに使える声よね、普通に話してる声はね。ただ、あの声だけは私は、あんまり苦手かな、みたいな。悪口じゃない。イメージ、イメージ。かきくけ、こう、さだね、さ。さ。次、さ。さだはるくんはちょっとあんま知らないな。あ、さとみちゃん、さとみちゃん、あ、さとみね、さとみ、ローマ字だね、さと、とみか、今ローマ字だよね。さとみちゃんはね、大工に見える。
あのね、たまにね、あの、DIY とかね、あの、絵を描く配信とか、結構アクティブなね、あの、マリンスポーツとかやったりとかね、うん、してんだけど、なんか、たまにね、なんかちょっとね、職人さんっていうかね、なんか、ちょっと、なんか職人さんに見える瞬間があるのよね。そう、ちょっと親方みたいね。あれ、この人、親方、なんか、大工さんじゃないのかなと思う。はーい。で、さとみさん。うん。書き間違いが多い。それは気にしないね。もう、さとか入れないから。次、し。しーね、し。しー行きましょう、しーね。しーの配信者。あ、ジョージタン。ジョージタン、今行けてるね。ジョージタン。ジョージタンね。顔が、顔が、生理的に無理。顔が生理的に無理ね。いや、かわいそうって。なんかね、これはね、嫌いとか、性格は嫌いとかじゃない。顔が生理的に無理ね。なんつうのかな。私、キムタクとかも好きだね。ヤマピーとかね。ちょっとあまりにもかっこよすぎたり、私はね、ブサイク専門なんで、ちょっとぐらい崩れてる方が好きなの。だから、かっこよすぎるとダメなのよ。なんか見てると、ちょっとね、かっこよすぎて、なんか嫌だみたいな。そうそう、ちょっとね、整いすぎて無理みたいな。ちょっとね、怒られそうだけどね、大丈夫かな。ね、敵を作ってるだけかもしんない、今日ね。そう、だからたまにそう、目をね、うわって開けてね、こう、なんかカメラ目線みたいなのしてる時があって、もうなんか、もうゾクゾクってすんのよ。一応ね、あの、確認、見たりとかするんだけど、そうね、なんかね、なんか、ダメなのよ。じゃあ次、す。すー行きますよ、皆さん。すーね。すー。ストプリ？すいまくん会ったことないんだよ。すいまくんか。ストプリ。ちょっとあんまり変なこと書くと訴えられちゃうからな、本当にな。ストプリは。ストプリ。ストプリか、怖いな、ここはな。ストプリ。配信ってどこだ？配信ってどこが来なきゃ忘れて。あ、こうだ。配信。中におなってる。あのね、たまーににね、だって24時間配信とかやってるじゃん、交代交代とかさ、一緒にね、あのね、出てこない時もあるじゃん、みんなね、あの間は何してんのかなっていつもね思ってんの、私ね。なんかご飯食べてんのかなとか、出かけてんのかなとかね。あの間をちょっとね、私いつも想像してんのよね。リスナーがじゃなく、あの、交代してる間は何してんのかなっていうんで妄想してんのよ。もしかしたらね、あの男子メンバーはあの間に、ね、お風呂入ったりオナニーしたりとかしてんのかなみたいな。
いやこれ悪口じゃない、イメージね、イメージ。そこに注目だって。24時間配信しててね、その寝てんのか寝てないのかわかんないしね、ゲームしてんのかもしんないしみたいな。うん、いや、せせです。セラちゃん、セラちゃん、セラちゃん、セラでいいか、セラ。カタカナだったっけ確か。セラだよね、こうだよね、カタカナだよね、英語か。セラちゃん、うん、別れて正解。私はそう思うな。でラブラブですごい良かったんだけど、カップルね。でも最初はね、ほら二人別々で、実はってね、もう付き合ってんですよみたいな感じだったじゃん、発表した時はね。でもね、ポケ君もね、ちょっとなんかマイペースっぽそうだし、そう、別れたからね、すごい、まあ無理をしてるっていうところもあるんかもしんないけどね。寂しさだったりとかね。でもなんか次の、ちょっとね、付き合う男性を見てみたいかな、私は。ねえ。ポケ君はもう元彼さんで、次のね、多分いい男ができると思うんで、おはじょり。次を見てみたいかな。そう、配信者同士っていうのはやっぱね、うまくいかないよ、ほんと。ほんとにうまくない。もう結婚するしかないよね。ただ付き合ってるだけじゃもう無理よ。もう結婚まで持ってかないと、もうね、別れると思う。うん。じゃあ、さしすせそ、そう。そういきましょう。これこれさんがくどいてたのタイプの方かな。そう、そって誰だ。そう、そっているかな。総理、あ、野田さん。ソーラルって誰だ。ソーラルくん、ソーラル、僧侶さんって誰。野田さんはのだよね、確かにね。ののなんか、そらくん。そっていないね、こう考えると。ソーラルって誰。ソーラルってどういう話。じゃあソーラルでいく。もう想像でね、想像で書くわ。どういう配信をしてんの？ソーラルくんって。あ、歌い手さん？もうイメージで書くよ、イメージで。ご飯ってどう書くんだっけ、漢字。はんって字どう？こうだっけ？あ、そう、よしの飯ね。ご飯は三千みたいな。ご飯は三杯みたいな。もうイメージで、ね、イメージで、ね、見たことないんでね。ご飯はね、二杯じゃなくて三杯いきそうって。はい、さしすせそう。次、たからた。だって見たことないんだもん。わかんない。イメージ。ちょっとがっつり系男子なのかなみたいな。がっつりイメージなのかなみたいな。タータン？
タータンね、タータン大好き。ハート。いやね、私ね、イケボー配信者ってね、ほとんど見ないんですよ。ああいうね、ああいう系18、R18 とかさ、全く見ないんだけど、タータンだけは見るのよ、私。この人だけはね、見るのよ。で、結構ね、タータンでオナニーしたことあるのね、私ね、シコシコね。酔っ払ってる時に聞くとちょうどいいのよ、あの、甘えんぼさんの声と、あの、ちょっとオラオラになる時の、あとあの、ちょっと、方便マジになるじゃん。ちょっと方言が出てくるでしょ。あれがもうゾクゾクしちゃって。ね、お茶爆もね、私結構投げてるの。3、4回ぐらいね、お茶爆投げてね。その、お茶爆のお礼は保存してありますよ。いつでもね、見れるように。ちょっとね、あれはね、流出とかダメなんで見せれないけど、タータンの大事に撮ってるんでね。でもこの間ほら、裏座段階でね、タータンいたんだけど、ちょっと緊張してね、本当に好きすぎて、あんまりね、タータンとお話できなかったのね。残念。せっかくね、喋る場があったんだけど。初めて会ったのはね、捨て頃の、捨て頃の会場で会ったのね、タータンとはね。マスクしてたけど。じゃあお次、タチチ。雪村さんも大好きなの？嘘でしょ。あ、チュルちゃんね。チュルちゃん。チュルちゃん。チュルちゃんか。ちょっとね、これディスレじゃないからね。私、会ったことあるからね。口より、肩。これディスレじゃないからね。どういうこと？いえいえ、最初はね、チュルちゃんの唇ね、すごいプルプルで、すごい形良くてね、あらーって唇、こんな唇になりたいわと思って見てんだけど、だんだんね、下の方に目線を出すと、あれって、ちょっと広くねみたいな。じゃ、可愛いんだけど、そういうとこが、ちっちゃいとこがちょっと気になってくるみたいな。そうそうそう。で、ちょっと綺麗すぎて荒探しをするようになるのね。チュルちゃんってもう女性にしか見えないじゃん。だからちょっと男の部分を探し始めちゃうの、目がね。あまりにも女性だとこう勘違いしちゃって、いや、この人本当に男性なのと思ってね、画面上ね、こうね、男の部分をね、だんだんね、手とか見たりとか、なんかパーツをね、こうね、探し始めるのよ。そう。で、会って肩見たときに、ああ、やっぱり男性なんだなっていうね、こう認識をするみたいな。これディスリーじゃないかな。愛情ね、これね。もう、悪いや。そう、だからよくほら、オカマの配信者とか、女性だったらわかると思うけど、そういう目線で見てんじゃない？本当に綺麗なニューハーフさんとかは、多分女性リスナーさん、そういう風に見てんじゃないかしら。次、タチ、ツバニャン？ツバニャン？ツバニャンも怖いからな。率直な意見ね。顔が。顔がふく、漢字がわかんないな。顔が福笑い。
いや、失敗ではないんだ、失敗ではないんだけど、なんかね、整形してから日に、毎日ね、なんか顔が違うように見えちゃうのよね。私だけかな。なんかね、もう、本当の顔はどこにあるんだろうみたいな。ね。毎日なんか顔が違ってっちゃうから、あれ、ツバニャンの元々の顔ってどんな顔なんだろうなって。忘れちゃってんのにね。ね。メイクすれば、ね、なんかほら、昔の自分がしてたメイクだから、ツバニャンの顔になるんだけど、ね。そう。なんかね、顔が違って見えるのね、毎日ね。立ちつて。見てね、このまま行くと配信者全員叩かれると。あ、TJ。TJ さん。TJ ね。TJ ね。意外とタイプ。意外とこうだっけ？いや、昔からそうなんで、意外とね、意外と TJ さんの顔だし、タイプなの。でもね、その気持ちをね、まだ伝えたことでね、そう、会うたびに、ちょっとね、って、素敵と思うんで、結構ね、配信外だとね、優しいのよ。そう、だからね、私、猿顔好きなのかなって、やっぱね、みんなが言う通りね、みんなお猿さんみたいな顔じゃん、私が好きっていうのね。そう、意外とねタイプになってきたんだよね。昔はね結構嫌いだったのだし、もうね、ここだけの話だけど、一回なんかね、あのステッカーの事件の時にね、取り上げてもらって、ちょっとねイラッとしたことあったのね、私ね。でもね、今はね、なんかちょっと変わったんだよ、印象がね。お次、立ちつて、て、とかな？と。トム・ソーヤ、池上。トム・ソーヤね。トム・ソーヤ。池上くんね。どう見ても。どう見ても、桃屋の人。桃屋ってこうかな？家か。桃屋の人。あ、お茶箱ありがとうございます。ザックザック。トムソーヤ池上くんって、ふわっちの配信者なんだけど、毎回見るたびにこの人ね、桃屋の CM ってあるじゃん。桃屋の缶詰とかさ。ね。あの CM をね、連想させられるんだよな、ね。桃屋。ご飯ですよとかさ、メガネかけてるさ、いるでしょ。だそっち系の CM に出てきそうで、そっち系だよね。あと、ゲゲゲの鬼太郎の、なんかほら、サラリーマン役とかね。あの、後ろとかで逃げ回ってるサラリーマンとかさ、そっち系なんだよ。お年玉ありがとうございます、ザックザック。ね、分かりづらい。はい、次、立ちつてと、次、さかな、さ。さ。さは誰だろうな。赤さた、なか、なだ。なーぼう。なーぼうね。昨日ちょうど見てたね。じゃあ昨日見てた感想ね。昨日なーぼうの枠夕方見てたんだけど、ね。あなたは、あなたは日清の回し者ってね。
はてなみたいな私も見てたもうなんかさ、カップラーメン枠私結構見るのよ。あのカップラーメンをさ、レビューしてる、なんかいろんなことやってるけどな、僕もね、あのカップラーメンを食べるの結構私好きで見てんのね、夕方ね、ちょうど化粧やってる時間帯とかさ、やってるかな。うん。でもあのレビュー中であんまり買いたくなんないんだよね、あれ聞いててね。美味しそうには食べてんだけど、ああ、じゃあ実際買ってみようとはなんないね。もう。え、直樹兄さんそう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 。いろんなカップラーメン食べて 2個ぐらい食べちゃうんだよね、配信中にね。ちょっと塩分過多だからね、カップラーメンちょっとね、あんま食べ過ぎがね、体調がね、ちょっと心配って感じ。次に、兄さん、あ、なお、あ、ここで来るね。兄さん、直樹。兄さん、直樹ね。うん、ちょっと変化球で。兄さん、あなた。話聞いてる。いや、たまーにね、兄さんと話してる、え、この人と話聞いてんのみたいなとこあんねん。みたいな。ねね、配信とか見てても、リスナーさんのコメント読んでんのかなっていう時あんねん。そう。だからね、一人の世界というかね、ちょっとワープしてる時あんねん。本当に。コメントもね、見えてなくて、私の話も聞いてないなっていう時もあるね。うん。ちょっとね、兄さんワープゾーンっていうのがあるのよ。そのなんかもう一切シャットダウンして、話してる時は、兄さんワープゾーンっていうんだけどね。最近配信、たまーにしてるよね、たまーにね。うん。でも意外とね、兄さんの外配信私好きなの。家はつまんないけど、あのね、お外のね、配信とかね、まったりしてて好き。お外配信兄さんね。お次、なーにーぬ、ぬ、ぬ。ぬっているかな？ぬ難しいね。ぬ。ぬるるんって誰？ぬ、沼田？沼田って誰？配信者ね、配信者。沼田俊也って誰？沼田俊也さん？クワッチの沼田さん、どういう配信してるの？その人、沼田さんっていうの。あー、歌い手さんなのか。ちょっとヌーは飛ばす？いないよね、他にね。いないね、ちょっとヌー飛ばす。何ヌー、ね、ねにしようじゃんね。ヌーはね、ちょっと思いつかないな。いない人は書かないことにしようじゃん。ね。ネットの王子、また怒られそうだよね。嫌いって言われたから私。ネットの王子。率直な意見ね。率直な意見だけど、また嫌われんな、これ。なんで配信してるのってね。たまーに思う、なんで、ちち悪口じゃないんだけど、なんでこの人って配信してんだろうな、みたいな。それじゃ
いやなんかそのね、なんでしてんのかこう伝わりにくいっつうかね、何をこう根本的なんつうのか軸に配信をしてんのかなってね。まあ生活とかもあるんだろうと思う。いやディスじゃない、ディスじゃない、もうみんなが思ってることね、うん、その画面から伝わってくるね、そういう率直な意見ですよ。最近ね、最近本当にそう思う、最近ね、最近特にこう思う、本当に。はいね、のね、のー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 は誰かしら。あ、野田さんね。うん。野田さん。野田総理。りってどうやって書くんだっけ、はくっていう字だっけ、あ、こうだね、往復の服だね。野田総理。9割睡眠みたいなね。睡眠ってどうかわかんない。もう漢字がわかんない。9割寝てる。でも、野田さんはあれなんでしょ、睡眠障害なんでしょ多分。さっきもまだ寝てたの。起きてる時間って何時間ぐらい？でもさ、めちゃくちゃ配信長い時もあるね。10時間とか。一日中、外配信してたりとかね。過眠症なんだ。あ、じゃあ睡眠障害だね。怠け者じゃなくて睡眠障害の。寝すぎっていう病気もあるんだよね、やっぱりね。それはね、ちょっと治すの大変なのね、お薬飲んだりとかね。生活リズム治したりとかね。結構多いよね、睡眠障害の方ね。短、なんと何回も起きちゃう人もいるし、寝すぎな人もいるし。まあ私はショートスリーパーだね。だいたい1時間ごとに起きちゃったりとか。私もまあ睡眠障害っちゃ睡眠障害なのかな。ねえ。大変よね。生活リズムが狂っちゃったりとかね。睡眠障害になっちゃうと。お次。何ぬねのただね。ん？何ぬねのただね。次、た。ん？はか、は。は。はの配信者誰だ？はちくん？はちくん、私の彼氏書くじゃん。ねえ、はっち。私の彼氏ね。昨日。昨日ゼロ人で喋ってた。これ、なうね。昨日の話ね。昨日、あのね、うちの彼氏は、鍵やかね。プライベート配信っていうのをやってるんで、その、サポート、承認してる人しか見れないような放送をやってんだけど、昨日ね、私ね、パッとね、LINE ね、ただいまってさ、仕事終わってただいまって帰ってきた後に、配信してたから、ちょっと一瞬覗いたの。そしたら、一瞬入るとさ、0人のカウントが見えるじゃん。0人だったの、カウントがね。で、私が入った瞬、ちょっと経ったら1に増えたの。でもその瞬間に一人で喋ってたの、ずっとね。え？って。その0人の、その一瞬の時になんか喋ってたのよ。怖っと思って。え、何喋ってんのと思ってさ。で、なんかね、ニヤッとしたのよ。私が入った時にニヤッと笑ったの。え？と思って。え、お帰りって言ったのね。え？みたいな。
それで私が、コメントを打ったら、あ、やっぱ7だったんだねって。7お帰りって。そう、そういうこと。はいは。内緒にしてあげてるの。じゃあ次、はーひ。ひかな。はーひーふへほだっけ。あ、コメントを書いてる。ひなの先生。昨日ね、私ちょうどひなの先生の枠見てたのよ。昨日見た感想ね。マイクがガサガサ。昨日ね、久しぶりにやってて、なんか空港かなんかでね、配信をしてたんだけど、ね。なんかガッサ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 音が聞こえるのよ。カチ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 、うるせえなーと思ったら、イヤホンマイクをつけてたのよ。イヤホンマイク。で、よくあるあるなんだけど、外配信してる時にイヤホンマイクつけてる人ってさ、音がうるさいね。カチカチガッサガッサ、ボソボソ、ガサガサガサとかさ。それなんか、すごい、コメントを拾ってね、話してたんだけど、その音がすごい気になっちゃって。ずーっとね、でこうさ、なんか口元にこうやって喋る人いるじゃん。こうかまゆちゃんとかもそうじゃん。かまゆちゃんとかもイヤホンタイプでしょ。でこうやってさ、口元にマイクのとこやってポソポソポソって喋るじゃんね。もうかまゆちゃんはなんないようにね、こうね持って外配信とかしてんだよね。こうずーっとマイクを持って、片手はこうイヤホンのマイクを持って、音が当たんないようにこうね、口元でボソボソってね、昨日久しぶりに見た先生、でもね、ハッチ君はもともとひなの先生リスナーさんなんでね、皆さんね、ひなの先生がまだ閲覧10人とかそれぐらいの時に、見てたリスナーさんだったんだって。この間コメント欄にさ、ひなの先生が来て、ハッチ君と幸せにねってね、コメントくれて、そうそうそう、いまだにね、プライベートでひなの先生、だからお家に行った時にさ、ひなの先生のお店に行ったんだって。それ、その時にもらった手紙みたいな、なんかね、名刺かなんかもらったの。それをね、いまだに大事に取ってんの、あの子。いまだになんかその思い出を話したりとかね、昔の。そう。じゃあお次、はひふふふふは藤沢なんだ。自分のこと書くの。あ、腹筋やすしくんだね。腹筋やすしくん。腹筋やすしくんね。腹筋、筋ってどう書くんだ。こうで。月で、腹筋やすしね。腹筋やすし。やすしくんは、そうだな。仕事、だるそう。たまーにね、仕事中にね、配信とかすんだけど、なんか仕事を楽しそうにやってんのかなっていつも思うのね、見ててね。なんかね、だるそうに見えるんだよね。あ、やめたの？あ、お休みしてんだ。なんか、あ、そうなんだ。なんかね、いつもね、なんかこう影が見えるっていうかね、その仕事場から配信してると、なんかね、仕事を嫌そうな感じだったんだよね。やっぱ仕事でなんかあったのかね。ね。
まあちょっとゆっくり休んでね、また復帰してもらえれば。多分仕事のストレスとかあったんじゃない？配信はすごい楽しそうにやってるもんね。アヒフヘヘ幸せフォーエバーっつってた？2018年幸せフォーエバーあー、便所太郎さんね、便所太郎さん、便所太郎さんね、もうお父さん的な感じよね。便所太郎ね、こうかな。便所太郎さんか。10年後、10年後海外へみたいなね、海外移住みたいな、海外からみたいなね。もうなんか移住しそうな勢いだよね。もうなんか海外に拠点を、もう埼玉からね、海外に移動しそうよね。もうカンボジアに住みそうよね。だから今嫁さんがいるじゃん、嫁さんがね、嫁さんと一緒にね、もうなんか大きいお家かなんかあってね。麻薬王とかやめな。ねえ、モンジョリの言葉あったのが確かにね、意外と私ね、予言的なものもあるんでね、本当にそうなっちゃったりとかする時あるんで。あっちで美容師できるんだ、学校建設して。まあ、あの嫁さんもいい性格してるよな。私結構ね好き、あの嫁さん。なんか私の配信も見てくれてるみたいでね、朝ね。嫁太郎さん。次ハヒフヘホだね。ホって誰かいる？あ、なんか固まったな。ちょっと待ってね。ほ。ポケくん。ポケ仮面。ポケ仮面くんね。実は一度。あなたで夜を楽しみました。穴でね、あなたでね。ちょっとね、一瞬ちょっと夜のあのお楽しみ中にね、夜のお楽しみ中になんかね、頭の中でね、ポケくんのあのガッサガサの声がね、なんかリピートしちゃってね、なんていうのかな、声が取れなかった時があんのよ。おたしなみ中に、夜のね、一人遊び中に。それでちょっとね、なんかもうそのまんまいいやと思ってね、続行しちゃったことがあるね。なんかね、あの声ってね、なんかね、脳裏に焼き付くっていうかね、一回焼き付くと、なんかリピートされんの、頭ん中にね。なかなか取れないの、あの声って。ってな感じで、ごめんなさいね、ポケくんね、使わせていただきました。わざとじゃないんでね。ハヒフヘホ。マナミンね。マナミン。また怒られるけど、ね、マナミン。そうね。マナミンちゃん。
マナミンか。ボーカル譲ってあげて。マナミンリスナーさん怖いからな、もう。どっちも怖いんだよ。うちのリスナーも怖いし、マナミンのリスナーも怖いし。一時期なんかね、こうね、仲悪いみたいなこと言われてね、ちょっと疎遠になった時期もあるんだけど、オワコンではないし、最近閲覧上がってんじゃん、すごい。今、1000人超えてて、昨日は1600人とか言って、私見てんな。そのうち、そのうち、自分で、家を建てる。今ね、お家の中のキッチンとかね、壁紙とか貼ってるけど、いや、逃げてない、逃げてない。そのうち、もうね、自分で、多分お家を建てると思うのよね。そのうち家を建てる配信っていうのね、壮大な企画をやり始めそうな気がする、私は。パンツわざとは見せてないでしょ。ミニスカート履いてるか見えるんでしょ。あれはわざと見せてんの？ミニスカートすぎなんじゃないの？いつも生えてんの。あ、見せパンなの？見せパンだったらまあ別にいいんじゃない？普通のいやらしいやつじゃないんでしょ？いや、なんかさ、この間見てたのクロスね。そうね、クロスをさ、クロスを貼ってたんだけど、汚ねえね、なんか雑巾みたいなね、シャッ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 ってやってたの。で、あれってさ、いいんだね。なんか汚ねえ雑巾、なんかその辺拭いたね、なんか真っ黒な雑巾でクロスをさ、こうって貼ってたのよね。で、あれか、壁紙につかないのかなって、黒い汚れがね。でもね、綺麗に貼ってんだよね。じゃあ、ディスリーじゃなくて、率直な意見ね。画面を見てて、感想ね。いや、かわいい。いや、多分ね、その辺、洗ったりとかして、絞ってたりとかするから、多分濡れてるんだと思う。ちょっと濡れてるぐらいがうまく貼れんのかな。ねえ。次、まあ、みずにゃん。みずにゃん。みずにゃん。みずにゃんか。みずにゃんも怖いからな。下手なこと言えないからな。あ、ひなの先生コメントしてた。ちょっと待ってね。なんだって？あ、名前出してカルタ作成頑張ってくださいだった。ありがとうございます。ひなの先生ね。これね。マイクがガサガサということで、昨日のね。ひなの先生と。ありがとうっつって。あ、さっき聞いてくれてたもんね。じゃあ、みずにゃん。みずにゃんはね。ステーキ、焼肉、食べ方下手くそ。笑った。たまにさ、伝説のなんか料理配信みたいなのやってんのよ。で、あらシリーズ、みずにゃんの、伝説の、料理シリーズみたいなの好きです。あれやってるとき必ず見んのよ。なかなかやんないの。お家の中で焼肉焼いたりとか、なんか肉焼いたりとかしてんだけど。そう、なかなかやんないのよ。なかなかやんないんだけど、たまーにやるのよね。そうだ、部屋の中さ、そうそう、煙もくもくでね。
いや、換気しろよ、みたいな。あのね、水ちゃんのね、料理配信は好き。意外と見る。普段の配信はそんなに見ないんだけど、あのね、肉焼いてるときは見ちゃう。あ、スーパー玉出が好きなの。桃奈々ちゃんと一緒のね。うん、まーみー、むーかな、次、むー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 。むーって誰だ。あ、村野さん、村野光。うん。村野光さんね、村野さんね。ちんこ、小さめ。あ、向井さん？向井さんはね、向井義弘さんはもうね、何年前かな？ 3 年前ぐらいからいるよね、あの人ね。いやね、一回ね、村野さんと、ラブホテルに泊まってね、釜風呂、釜のお風呂に一緒にね、入ったの、配信で、ね。で、入ってると、お風呂入ってるときは、ラジオ配信にしてね。入ったんだけど、私よりちっちゃかったの。そう。おちんちんに私よりちっちゃかった。でもね、なんかね、村野さんが後ろにいて、私が前でね、一緒にかまぶろ入ったんだけど、ちょっとね、このお尻の上ぐらいにね、ちょっと当たるんだよね、軽くね。その感覚で、まあ、言ってんだけどね。感覚。うん。まあ、ちっちゃい人はね、膨張率すごかったりね、硬かったりね、太くなったりとかするけどね。うん。じゃあ次、マミムメメメだよ、次、メメ。怒られる。でも優しいよ、村野さんはね。ね、お店に遊びに来て、誕生日に来てくれたりとかね。誕生日お祝いで来てくれたりとか。メメって誰だろうな。目の配信者っている？目、めいちゃん？目はいないよね。めーてる。いないね。思いつかないね。確かに。めぐみ？めぐみ？まあ、いないからちょっとパスだね。もうね、もう。もうはね、ちょっと二人いるからどっちにしようかな。桃奈々ちゃんか。でも、この間桃奈々ちゃんの話したよね。私ね、富士山でのね。いきなり怒鳴り声を上げてびっくりしたっていう話はしたでしょ。ちょっと二人書くか。ここは二人書くか。もうはちょっと二人書くわ。ちょっとつながり合いがあるんでね。ももくん。ももくんはね、ももくんはね、もうこれに限るよね。これ。天然ってどう書くんだっけ？念って。念ってどう書くの？え？あ、そうだそうだ。こうだね。こうだね。天然。もうこれだけよ。ほんと天然なの。もうね。もう何するにも、って思うのよね。一緒にいてね。そこみたいな。そんなこと言うみたいな。マイペースというかね。天才なのかもしんない。だから相手が、例えばほら、最近、海老蔵さんと仲良しやん。海老蔵さんと海外行ったりとかさ、心霊やったりじゃん。海老蔵さんほら、結構、ツッコミ役みたいな感じで、
天然とちょうどいいバランスなんだよね。お茶ばかありがとうございます。私も結構ね天然なタイプなんだけど、ね、天然と天然が融合しちゃうと超すごいことになるんでね、皆さんね。一回ももくんと東京でね車乗ってた時に車線変更かなんかをね配信中で車線変更かなんかをなんか失敗して警察に捕まったのよね、配信中にね。あれが衝撃的でね。で、なんか点数引かれちゃったんで罰金を払ったらももくんね。でね、なんか一回ね北海道で心霊配信一緒にやった時にいきなりね泣き始めたのよ。で僧侶さんっていうねももくんリスナーさんで有名なのほらね プロの方がいるんだけど、そういう系のね心霊とかいきなりね心霊配信中に泣き始めちゃう。ボロ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 って、でなんか取り憑かれたようになっちゃって、と思ってね、どうしちゃったのみたいな、すんごいマジで泣いてんのよ。やばーみたいな。まあももくんはね面白いよ、ももくん好きよ。次ももななちゃん、ももななちゃんね結構昔から見てるからね。昨日ね、私たまたま見てた昨日のお話ね、これね。昨日なんか机の角度、なんかアングルのことを指摘されててね、ももななちゃんね、アングルでこうなんていうの、顔がどうのこうのとか言われてて、結構なんかブエーとか言ってたのよ。ただテーブルのアングル確かになんとかね、ちょっと斜めだよね。白いテーブルあるじゃん、いつも配信してるね。怒らせるの好きとね。じゃあ、ももななちゃん。ももななちゃんはね、ちょっとね、ももななちゃん難しいな。ほとんど配信上で話しちゃってるからな。あっと思いつくの。ああ、あれな。初めて会ったとき。初めて会ったとき。ビール片手に。片手に乳揉まれた。ビールじゃなくてストロングかな。あのね、大阪のリア凸の時に初めてお会いしたのね。そうそうそう。その時になんかを、なんかビール、なんかストロングか。ビールじゃなくてストロングかな。なんかね、なんかこう、なんつうの？透明なやつ？普通のほら、出店とかで売ってる透明な、カップの中になんかお酒入ってるの飲みながら来たのね。とか言ってさ、どっちなの？男なの？女なの？とか言って。ねえ、おかま？おかま？とか言って。おっぱい触っていい？みたいな。おっきいとか言ってさ。下はどうなってんの？みたいな。それちょっと配信履歴にあるけど、その衝撃的なね、出会いだったのね。で、私もいつもね、夕方とかね、彼女の放送をずっと見てたから、すごい緊張しててね。すごいね、ファーストインパクトだったの。そう、ももちゃんね。毎回会うたびにね、なんか体のこととか聞かれたりとかね。
ちょっとね、プライベートのことに突っ込みすぎって感じ。あの、答えにくいとこをね、質問してくる、ね。お金のこととかね。マミムメモ、次は闇。闇か。闇ね。うん。闇はね、一言ね、才能なし。才能なし。うん。いやね、すんごいいい人なんだよ。めちゃくちゃいい人なんだけど、ね、なんかね、なんかちょっと ずれてるっていうかね、いや、配信者として見てね、一緒にコラボとかしたけど、なんつうのかな。なんかね、なんか足りないね。そこみたいな。わかる？なんか爪が甘いっていうかね。まあ、それが彼の逆にね、才能かもしんないんだけど。そんなの。いや、私はヤミー好きよ。ヤミー好きだけど。ヤミーで昔売名させてもらったこともあるしね。あの、何年前かな。3年経った2年前とか3年前ぐらいにコラボ枠をやってたの。で、まだ昼とかさ、夕方にあの人配信してて、コラボ枠に私上がって、売名させてもらったことあるんだよね。外配信しながら。うん。それでね、結構ね、闇リスナーさんがね、遊びに来てくれたりとかね。その時ヤミーは1500人とか2000人いた時だよね。で、私は300人とか200人とかそんぐらいだったんだけど、あのヤミーのとこ上がったら結構増えた人がね。ありがとうございます。いやー、ゆうだね。次、ゆう。ゆりにゃん。ゆいぽってゆいひひろ。ゆいひひろ。ゆりにゃちゃんはあんまわかんないな。見ないな。あっちの彼氏の方は見るけど。ゆいひひろくん？ゆいひひ。いやね、一回ね、去年じゃなくて、一昨年の座談会、私初めて裏座談会出させてもらったんだけど、私ほら、仕事があったから、ちょっと遅れて、去年みたいにね、遅れて、こう参加させていただいたのね。で、パッと入った時に、はじめ、皆さんはじめまして、みたいな感じで、ちょっと遅れてすいません、みたいな感じで入ったんだけど、なんだっけな、なんかね、ゆいひろに言われたの、ゆいひろくんね。あ、なんだっけな、なんだっけ、知らねえよ、この釜みたいな感じで言われたのかな、なんかこのお釜誰だよ、みたいな。いきなり言われたのよ。うん。それで、って、なんだよって、私もね、ちょっとカチンときてね、もうちょっと言い返したんだけど、いや、はじめましての人にね、いきなりそう来るみたいな。でも嫌いってね、私思っちゃったんだよ、その時。でも今はそうでもないね。今はほら、朝とかやってんじゃん、あの人さん。同じ朝の配信者としてね。こう意識したりとかしてんだけど、それがね、ちょっとね、生意気。ふふ。
こう最初のイメージ、今はそうでもね、その時の率直のね、意見ね、初めてかなの時のね、初めて話した時に、このおか、なんでおがまみたいな感じ言われたかな、ちょっと生意気な子ね、と思った。うん。そう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 。でもまあ、配信見たりとかするしね、今はね。あ、やゆよ。よって誰な？あ、養分いっとん？養分いっとん？養分ってどう書くんだ？養分。養分ってどう書くの？あ、食ね。養分。養分いっとん。小峠くんね、小峠くん。ね、小峠くんはね、まあ皆さんもご存知ね、私一時期ね、本当に本気で惚れてた時期あんのね、彼にね。本気で。本気で好きだったの、私。まだハチくんと付き合う前か。半年間ぐらいね、本当に彼に、あの、ほの字でね、本気でもう好きだったのよ。何に惚れんの？わかんない。今思うと、今はもう全然普通にね、友達みたいな感じだけど、そう。ねえ、よく絡んでたんね。コラボ配信もしたし、一緒にね、リアトツとかもしたけど。いや、まあ、小峠くんはね、そうね。軍曹ってどう書くんだっけ、まだ忘れちゃった。軍曹の曹どうだ。あ、そうね、それね。軍曹を抜かせ。抜かせ。これですよ。運送を抜かせとね。もうね、ライバル視されてんね。やっぱね、昔からそうじゃん。なぜか運送と引き出しにされることが多くてね。同じほら、スロット配信とかやってるからなのか、まあ、因縁みたいなのもあってね。一時期、仲悪くて、またね、あの、仲良しになった、分かち合った時もあるんだけど、またね、あの、離れちゃってみたいな。でも私はどっちもね、好きなの。軍曹も、小峠くんも昔から応援してて、私もほら、ギャンブルとかスロットとか好きでさ、ね、どっちも応援してたんだけど、またね、こう、今はフィールドが違うじゃん。ね。今はもう、軍曹になってるでしょ？いつかは二人でね、同じツイキャスで、まあおすすめ規制かかってんだけど、今小峠くんはね、おすすめ規制が解除されて、軍曹とね、バチバチに配信で戦うみたいな。もうそれディスり合いとかじゃなくて、配信の内容でこう戦ってる二人を、見たいかな、みたいな、キャス上でね。早くおすすめ規制解除されるといいですね。それがね、私、二人を応援してるから、それを見たいのよ。リスナー側としてはね。そう。で、ツイキャスはね、ほら、ね、スロット、そういうギャンブル配信とかさ、目立った人が少なかったじゃん。結構何人かやってた人はいるんだけど、ね、そういう、なんつうの、新しい配信のカテゴリーっていうかさ、見るものが増えてくるってことは、いいよね、すごいね。ラムメロちゃん。ラムメロちゃん。ラムメロちゃんね。ラムメロちゃんね。ラムメロちゃんとはね、会ったことないんだよね、私ね。もう配信上のイメージでしかわかんないんだけど、ラムメロちゃんか。
掛け順がおかしくないでしょ、ね、ラムメロちゃん、まあ今ねネットの王子とラブラブで目を覚ましてん、なんかよくほら洗脳とか言うけどそうではないんじゃないかね。うん、変わった、変わったか。でもみんなもさ恋愛すれば変わるんじゃないの、どうなんだろうね、一人の時とお彼氏いる時とじゃ変わるんじゃないの、皆さんも。うん、ひなたちゃんとパチパチしてるの、ひなたロスちゃん。あー、ラブメロちゃん、そうね、スライムより、スライムより、マイメロよりメロメロ、うん、ね、まあこういう感じですよね。いつかねお会いしたい配信者の一人だね、ラムメロちゃん。ラリー、もうすぐで終わるね。ラ、アカサダ、ハマヤ、ラワーだ、もうすぐだ。何気に今日うまくいってんね。ラリー、リナネコちゃん、リナネコちゃんね。これは私の見間違いかどうかわかんない。この間話したけど放送上にね。これ怒られるよ。リナネコちゃんね。ビラビラ。ビラビラ。なんかねパッとね、リナネコちゃんの枠をパッと見たときに、なんかね足をねパカって開いてたのよ。あのよく椅子の上でね、あのキッチンかなんかでやってんじゃん、冷蔵庫の横でね、お酒飲んだりとかさ。でえっと思ったの、何これって。なんかね見えたのよ。でってなんで、でコメント欄とかパッと見たんだけど誰もねそこを突っ込んでない。で私の目の錯覚なのかなってずっとね疑問に思ってんのそれ。いやパンツ履いてたのか履いてないのかわかんないけどなんか見えた感じがしたのね。私は iPad で見て、ちょスマホより iPad の方が画面でかいね。だから何回も見返したのね、なんだろうと思って。まあこれは多分見間違いだと、なんか影かなんかだと思うけどね。ちょっとナーボーに怒られそうだけど、影かなんかだったのかな。ねえ。私もねそれを見てからもうそこばっかしか見ちゃってね。ニラネコちゃんの枠見るとその股の間しか目いかなくなっちゃってね、もう話が入ってこないみたいな。昨日もねなんか夜中かなんかでやってて、昨日もねあのビラビラチェックをしてたの私実はね、夜中に夜中にねビラビラチェックを。じゃあ次ルルルーは誰だろう。ルーうん、ルの配信者、ルルピちゃん、ルルピちゃんね。いまだにどっちがどっち、いまだにどっちがどっちって感じでね。私ねリアトツに来たことあんのよ。リアトツしてくれって会ったことあるし、二人にも会ったことあるんだけど、あのね、どっちがどっちかね、未だに分かんないの、本当に。失礼な話だけど、あの、ルルフィちゃん、ドラビちゃん、どっちがどっちか分かんないの、今ね。今は顔の差がある。でも分かんなかった。そっくりだよね。分からんでしょ。
オープンレッグに移動したんだ。へえ。アリルレーネ、じゃレー。え、全く同じ顔にした？レインくん次で。レインくん。レインくんか。レインくんね。ちょっとね、これはね、ちょっとね、これちょっとディスレーにはなんないと思うんだけど、レインくん枠の話ね。リスナーに溶け込めない。レインくん枠にね、実は潜って見てたりしてんの、レインくんの枠ね。なんか、レインくんの枠って、なんつうのかな、そういう雰囲気あんのよ。で、たまにコメントとかすんだけど、なんかね、潜って見ちゃうのよ。そう、なんかね、潜って見る専門になっちゃうね。なんか独特の、なんか兄貴みたいな、なんつうのかな、ついてくぜみたいな、なんか、なんつうのかな、ちょっと体育会系じゃないんだけど、なんかね、なんか独特な雰囲気の枠だよね、レインクの枠ってね。だからいつも潜ってみてる。私はね、ゲーム枠じゃなくて、ね、雑談の方が好き。ゲームも見たりするけど、雑談、なんか だるそうに話してる感じの方が好き。あなたも同じこと思われてる。ラリルレロかな、次、ロ。ロ。ロ。ロって誰だろうな。割と米拾う。いや、私コメントすると必ず拾ってくれるけど、ロバメロ？ロ？ロっているかな？ロ。ロ、ロハコさんはだってもうあれでしょ？そうだね、ロハコさん。マーメイドスタイルね。ロはちょっと飛ばすか。ラリルレロ。次はじゃあ何？アカサタのハマヤラ。ワだ、ワ。ワ。ワ。ワッタン、ワッタンね。ワッタンね。ワッタン。ちょっと今週ね、会うんだけど、ワッタンとね。土曜日。ワッタンね。配信中に、顔が切れてる。顔がマジ切れ。結構ね、割ったんね、顔切れてる時あるんだよね、わかる？なんつうのかな、言葉とかさ、態度ではそんなにね、わかりづらいんだけど、ちっちゃいことでね、細かいんだよね、なんか割ったんって意外とね。あんなに体でっかいけど、意外とね、細かいとこに切れたりとかするんだよね。で、そういう顔じゃないのよ。顔に出るのよ。あ、わった、今の切れてんだ、みたいな。ちょい切れ、みたいな。繊細なのかもわかんないけど、なんだっけね、一回ね、見てて、潜って見てて、そう、なんか唐揚げの素とか売ってんじゃん。そのなんかやりとりの時になんかね、急に顔つきが変わったのよ。唐揚げのタレのなんか郵送方法みたいな。ね。郵送方法とかなんか質問攻めされてたの。で、保存の方法とか説明してる時に顔がね、すごいね、怒ってた。だからあんましつこいのとか嫌いなのかな、みたいなね。なんかめんどくさがりなのかなって説明するのね。だから、唐揚げのタレのこと言うとね、結構ね、怒ってる時あるよ、顔。わー、ウォ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 ー、次、ウォー。ウォー。
ウォーねん。ウォーって誰なの？ウォー。ウォーって何かな？ウォー。ウォー、ウォー、ウォー、ウォーハラ？いないね。うんもいないね。じゃあこれで終了ということでね。はい、じゃあ終了ってことで。終了でございまーす。怖いわー。これなんか。ね、これはね、あ、率直なね、私が潜ったりとか、配信を見たイメージなんでね。自分の書かない。自分のは書かない。おさらい？おさらいはいいよ、もう。これ以上。おさらいは録画を見て。よいしょ。いやー、結構何気に書いたね。全部。こんなにかけたわ。配信者カルタすごくない？ねえ、何気にかけたわよ。これはどうしようかな。もう捨てた方がいいよね。こうね。あの、証拠隠滅。このまま証拠隠滅します。このままね。もったいないけどね。うん、こういうものはね、残しておいてはまずいかな。証拠隠滅しときましょう。いや、遊ばないよ、遊ばない。ただ書いただけ。あ、ちょっと待ってね、皆さんもう一回あれ見よう。ちょっとね、リスナーさんというかね、あの、配信者の方がね、私の歌を作ってくれたんで、まだ見てない人いると思うんでね、モンジュリの歌っていうのね、あの、作ってくれたんですよ。それをちょっともう一回流すわ。せっかく作ってくれたんでね。見た？モンジョリの歌。こちらですね。あら、ちょっと待ってね。あ、ごめんごめんごめん。ちょっと待ってね、待ってね、もう一回聞くね。これ聞こえてんのかな？無音？よから笑顔で毎日おはちょりもんじょり、笑顔に勝る化粧なし、リアトツ料理にバンジー、笑いあり涙ありの配信。もんじょり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 、朝のはよから笑顔で毎日おはちょりもんじょり、歌って踊って喋って顔塗って歩いて驚かせて、ママちゃんどこでもかみたいわ。
ジョリモン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 ジョリ朝の早から笑顔で毎日おはジョリモンジョリ笑顔にマスタル化粧をなし後つ料理に万事笑いやる神があるの拍手ジョリモンジョリ歌って踊って喋って顔塗って歩いて驚かせてナナちゃんどこでもかみたいわお茶箱ありがとうございますナナちゃん大好きです いいよねこれさ音楽だけ切り取ることってできんのかなぁ音楽だけ切り取る取ってなんか他の動画と合成したりとかしてもいいのかなうんダイナの配信者の方でショコ88さん？ショコ88さん、この方ね。即興の、なんかキャスみたいのやってんのよね、これね。ショコキャス、スナックパチパチって、懐かしのヒットソングカバー、即興ソング、大喜利とかね、ピアノ弾き語りエンタメとかね。なんかやってるみたいね。あ、ショコさんいた？本人いた？嘘でしょ。すいません。本人がいらっしゃるということでね。あの、ひょっこりひょうたん島でちょっとね、ギャグでやったんでね。すいませんでした。みんなひょっこりひょっこり言うんでね。ご本人がいたってここに。ありがとうございます。曲作ってくれて。あ、喜んでくるんですか？こちらこそですよ。次ね、もうね、もし時間があればもう一曲ぐらいね、歌っていただければ私で。ひょっこりもんじょりっていうの、曲はどうですかね、次ね。ひょっこりもんじょり、ひょっこりもんじょり、ひょっこりもんじょり、ひょっこっことかね。もうひょっこりもんじょりっていうねもんじょり班みたいなね焦りすぎたでもさあの語彙的言葉的にはさひょっこりともんじょりってなんか似てるよね似てるとで言葉ね、言葉のなんつうの。イントネーション。似てるかなみたいな。ねえ。あ、リーしか合ってないもうやめとこう。セカンドシングルだよね、そうだよね。だこういうなんつうのかな、音楽いいよね。ちょっとね、今年からね、ケツプリっていうね、そういうちょっとエンターテインメントを重視したね、企画も発動してるんで、今ね。だから今見てるリスナーさんの中で、まあ私を題材にしてね、歌とか、ね、そういうのを作品を作ってくれるんだったら、ちょっと募集してますね、今ね。うん。ってこと、もうちょっとエンターテインメントに富んだね。うん、歌ってみて。あ、さっきの歌？歌詞もね、ちゃんとあるんでね、ここにね。モンジョリ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 に
朝の早から毎日笑顔、おはじょりもんじょり。笑顔に勝る化粧なし、リアトツ料理にバンジー、笑いあり、涙ありの配信。歌って踊って喋って顔塗って歩いて驚かせて、旦那ちゃんどこでも噛みたいよ。っていう感じかな。ちょっと違うね。うん、やっぱメロディーがないと、メロディーがね。うん。てな感じ。で、今日朝言った通りね、ステッカーもね、新しく作るんで、10作品ね。朝見せた通り、新しいステッカーをね、ここ今右側に並んでるやつね。これをちょっとね、発注かけるんで、この全種類ね。うん。この10種類ね、新しく作るんで、楽しみにしててください、皆さんね。で、明日なんですけど、ね、何なんだっけな。明日の予定がですね、明日あれだー、宝くじ。明日はちょっと雑談も踏まえつつ、こちらのね、私初夢宝くじを買ったんで、50枚ね、こちらの結果だね。一枚一枚ちょっと写真に撮っとくんで、一枚一枚こう確認していく感じで、これバラで買ったんでね。ねえ、宝くじ、もしかしたら当たっちゃうかもね。で、これが最高1億5千万かな、バラで買ったら。もしかしたら明日の放送で高額当選が出るかもしんないね。50枚。50枚買ったんでね、これをね、ちょっとね、照らし合わせて。ねえ、1億円当たっちゃったらどうしよう。1000万でもいいから当たってほしいね。100万でもいいやん。ねえ、ねえ、楽しみだわ。なんかね、でもね、私去年から本当に金運上がってるから、もうでっかいの当たんじゃないかなと思うんでね、ほんとね、そろそろ来てもいいよね。パチンコだってもう負けなしだしね、使った分返ってくるしさ、今ね、もう相当金運上がってると思うのよね。ハッチ君が上げチンなのかな、わかんないけど、100万円配れと。いや、もしね、こちら当たったら、ね、リスナーさんには一切何もしません。還元もいたしません。全部自分のために使うから。一切ね、そういうサービスはないですね。そういうのは、もう配信で、私は、配信で前ね、放送して返すっていうスタンスなんで、金品をあげるとか、物をあげるとか一切しません。配信でお返しするタイプなんでね。うん、ね、1億円当たっても、ね、うん、特に皆さんには、利益はないかな、みたいな。当たったことは内緒にしたらいい。いや、当たったら当たったって言うよ。うん、言う。うん。前澤社長みたいの10円とかだったらいいけど、10円を1000名様とかだったら当たんじゃない？ 11 時です。まんべんなかったね。10円1000名様しよう。10、100、1000万、10、それでも10万じゃん。10万円を1万名様。100万円じゃん。うん。ねえ。振り込み手数料の方が高いよ、みたいなね。
まあそんな感じで11時になったんで終わります。おつじょりでーす。皆さんおつじょりでーす。明日は宝くじ開封と、雑談ということでおつじょりでーす。はーい。で今日ねお茶爆くれた方はね、こちら今捨てちゃったけど、こちらの一覧をね、こういう風に広げたやつをね、今日変えたやつをこう並べて写真を撮ります。いるかどうかわかんないけど、ちょっとピックアップしてね。はい、おつじょりでーす。おつじょり。